グリコの部屋。グリコの部屋。早っ。親近感湧くね。親近感は湧かないですけど、ね、すごいすごいいい感じな、そうですね、アングルですね。イエーイ。はい、よいしょよいしょ。じゃあ自己紹介を。はい、じゃあどうぞ。イエーイ。よいしょよいしょ。じゃあ次俺。はい、はい、イエーイよいしょ。誰誰誰松翼と歩夢軍曹で、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあということでね、何します？まあ、何のお話しようかね。今日は何のお話します？じゃあ、じゃあ学生です。お決まり、学生の頃の話。いや、もう困ったら学生の時の話 しとくかみたいな。まあとりあえず、まあまた遅刻か。またいのりさん遅刻ですよ。うん、本当に最近たるみすぎですよ、あの人は。なんかもうちょっとがっかりした。いや、がっかりしてよ、ほんとに。準レギュラーに格下げじゃないですか、いのりさんは。がっかりした。結構ガチトーンのがっかり。結構ガチトーン。いや、ほんとですよ、でもほんとだよ。だって本来いのりさんとアイムさんが一応メインでやってて、うん、ね、俺が途中から入ってきたっていうのに、うん、なんすか、ね、今の状態、うん、しかも遅れてきてもごめんなさいの一言もなく、なんかねえ、すごいよね。なんかいや、なんかもう堂々としてますからね、うっすみたいな。なんかいや、でも入りはなんかこんな感じだね。うっすみたいな。なんかね、ほんとに、まあ、いのりさんのねファンがいたら申し訳ないですけど、ここはでもしっかりしないといけないところですから。そう、あの、まあ大体遅れてくるとローテンションで来て、なんかそのテンションを押し付けてくる感じ。はい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 、はい、なんか俺らも気まずいみたいな。そうそう、なんかすげえそのいや、怒ろうと思ってもなんかそう、このなんかね、すごいテンション引くよみたいな、空気重みたいな、ズゴンと言ったらなんか、はい、そうそう、ベースみたいな声。そう、うん、そう、低くて聞こえにくみたいな。結構高いのに声。本来の声。その時だけもうベースのうんみたいな。確かに。出すよね。確かに。だ、そこですよ。そこの違いですよ。やっぱりそのね、持ってきちゃダメですよ。引きずって持ってきちゃダメですよね。ね、自分が遅刻してしまったことをね、ね。そういうことです。まあ本人来たら言えないですけどね。祭り屋。本人来たら俺言えないですよ。ねえ、やっぱ先輩だし怖いから。まあ先輩後輩は関係ない。まあ確かに遅刻とかはね、先輩後輩関係ないですけどね。あ、まあ天使は今日来るはずです。そう、来るはずです。でね、怒ろうとか言ってるんですけど、こうやって怒ると、だからさっき言った通りのテンション低めで来るから、うん、あの全然面白くないですよ。え、待って、何こいつ、うぜんだけど。アイムンはイケメンじゃないですって。ブスに言われたわ。いやいや、わかんないでしょ、ブスかどうかなんて。ブスかどうか分かんないでしょ。クレヨンしんちゃん書いてよ。そう、あの、今日新人放送の方で。うん。え、何？え、はい、じゃあ。やります、やります、やります。やります。やります。え、何？クレヨンしんちゃんを書くの。じゃあ、今日、あ、これ、俺じゃないけど。なんか、そう、今日の新人放送で、その他のお店の子が、自分のお店の放送でよくやってる逆手で、その利き手じゃない方の手で絵を描いてパッて出してうまいかどうかみたいな。オッケー、じゃあっていうので、俺らクレヨンしんちゃんとかキリンとか結構いろいろやってたんですよ。
俺めちゃくちゃ絵のセンスなくて。はい、完成。はい、何ですか？クレヨンしんちゃん。あ、どうぞ。これだよね。いやだよ、こう、ダメでしょ、これ。これダメでしょ。これダメでしょ。これダメダメダメ。クレヨンしんちゃん。ダメです。クレヨンしんちゃん前はあんまり出してない。前はあんまり出してないから。たまに出るじゃん。たまにです。ダメダメダメ。ほんとに。ダメだった。今日冷静かと思ったけど全然冷静じゃなかったよ。これクレヨンしんちゃんじゃん。全然全然クレヨンしんちゃんじゃないです。え、じゃあなんかお題出してよ。お題出します？うん、うん、どの部分にする？どの部分？なんで体の部位限定なの？体の部位以外にも。なんか出して適当に。じゃあゾウさんに。ゾウさん。ゾウにします。ゾウ、ね、OK、難しいですけどね、ゾウだと。OK。 はい、ドン。はい、一緒。一緒。ゾウさん。いや、ゾウさん。いや、今のは、ね、俺の振りが悪かったっす、うん、今の振りが悪かった。次は何？じゃあ犬にしましょう。犬か。犬にしましょう。犬は誰だ。亀の頭描いてっつってんの。本当にダメだよ。犬ね。あゆむさんでも絵とか上手そう。犬はこんぐらいじゃない？なんかまあ犬種にもよるけど。だから変わんないじゃないですか、これ。なんで犬だとちょっと長くなってるんですか、本当に。ねえ、俺のちょっとイメージ。本当に犬飼ったことないから。イノリン来たら翼がタメ口で怒ってっていう。まあそんなね、別にそんな初歩的な、多分あれですよ、イノリさんの反応はあんま面白くないと思うんですよ、それ。まあっていう感じで。え、新人放送で何したの？だからそれをやったんですよ。だから逆手でキリン描くと。でめっちゃ盛り上がった。結構楽しかったっす。結構なんだかんだ盛り上がったっす。俺も混ぜて今度出ます。え、いいの？なんかうちの曜日だけ新人がまだ、なんか他の曜日は新しい人入ってきてるんですよ。どんどん新しい新人みたいなどんどん入ってきてるんですけど、うちの曜日だけ入ってきてないんですよ、まだ誰も。入れ替わりがないんですよ。抜けてもないし入ってもないっていう。ちょっと正直リスナーからしたら飽きてるんですよ、多分。そろそろ水曜日そろそろ飽きてきてるんで、多分。だからちょっとなんか新たな人とかも来てほしいんですけどね。まあ、あゆみさん来たらちょっとさすがに縦の人来なくなっちゃうんで、放送に。はぁ？あゆみさんが来ちゃったらみんな来るよ。そうだからね、そろそろナンバー入れよって話なんですけど、うん、まあもちろんその通りなんですよ。俺はもうね、入れるもんならすぐ入りたいんですよ。ブイ、手振ってだって。手振ってって言われたの初めて。結構前ですよね。あ、あった。手振ってって言われたの初めてだよ。マジっすか？うん、あ、うぜんだよ、おめえ。なんなんだよ。手振ってくんな。手振ってくんな。いや、これ翔さん。じゃあマジで翔さん。いや、掃除してるよ、まだ。そういうグリッター史上を言わないでください。そうやって。誰が掃除とかやめてください、それ。言わないでください。リアル、リアル。リアルだからでも。リアルですけど、リアルだからこそダメです。なんかあります？なんかないかな。出来事。なんかこの1週間なかったんですか？この1週間か。なんか。まあでも、あゆむさん毎日楽しい出来事起きてますね。まあね。で、前、ツイッターとかにも書いてました。あれ行ったわ、クレヨンしんちゃんカフェ。お、クレヨンしんちゃんカフェ行ったんすか？うん、楽しかったっすか？うん、楽しかったっていうか、あんまクレヨンしんちゃん関係なかった。え、てかどこにあるんですか、あれ？原宿。終わっちゃったっすけど、うん、話が終わっちゃった俺が個人的に面白いだけで、まあ、面白い話じゃなかった。まあまあまあ、そうですね。終わっちゃった。本当に、うん、ゴールデンウィーク休みないですよ、うち。ないね。うちはないです、休みは。だからもう全然やってますよ。ゴールデンウィーク、要は休みをずらすっていう。そうです、なんか他の店舗さんとかよくあるみたいで、うん、あ、いらないいらない。まあうちはないです。だからそのね、代わりに休みの分うちに来てもらえたらね。だってゴールデンウィークって別になんで休む必要があるの？いや、まあ確かに。ゴールデンウィーク、まあ、世間が休みなだけでさ、なんで休み必要？だからまあそんなこと言ったら、だってね、クリスマスだってそうじゃないですか。いや、休んでないじゃん。いや、休んでないですけど、日本のイベントではないわけじゃないですか。
本来はそういうこと言うの、そういうことではないらしいです。そういうことじゃねえ、ね、今日はなんかちょっと途中からピンピンしてるみたいですよ。クリスマスさん、ちょっと途中からピンピンしてるみたいです。クリスマスね、まあそういうことなんですね、うん、要するにね、言っちゃうと。もう、じゃあ一番さ、はい、1年で一番嫌な、あの、要はそういう日って何？嫌な日っすか、うん、嫌な日、うん、エイプリルフールっすかね。あー、うざい。しょうもない嘘で溢れるじゃないですか、うん、溢れるね、うん、あの、うざいね。うざくないですか、結構、ね、結構なんかホストとかありがちですけど、花丸、あの、花丸うどん分かる？はいはいはい、俺花丸うどん大好きだったんだけど、はいはいはい、俺エイプリルフールでイラついてから行ってないの。どういうことなんですか？4年ぐらい前のエイプリルフールから行ってないんだけど、はい、なんか俺辛いの好きじゃん。はいはいはい、うん、あの、なんかそれでさ、マグマうどんみたいなの、あー、期間限定的なやつ、そう、はいはい、YouTube で流れてて、花丸うどんから、はいはい、でも独特のマグマが本当に流れてる。でめっちゃ辛いんだろうなって思ったら、なんかエイプリルフールでしたみたいな。え、辛くないんすか？いや、ないの。マグマうどん自体がないの、うん、ないの、宣伝だけだったんですか？え、なにこれ、絶対激辛でうまいやつかーって思って、いつ食いに行こうって思ったらはい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 、なんかエイプリルフールでした いや、それはイラってきますね、うん、それはだってね、マジでキモかった。それは花丸うどん、マジ花丸うどん死ねって感じだ。いや、それは怖いっすね、マジキモい、あの店。いや、花丸うどん関係の方見てたらすいませんね、マジキモいよ、本当にそれはバカじゃないの。いやいやいや、めっちゃ言うじゃないですか、うん、バカだよ、ね、じゃあこれから丸亀製麺に行ってもらえればね。丸亀製麺あの花丸うどんではなくて丸亀の方にね。丸亀製麺、俺面接受けようとしたことあって。バイトですか？うん、まあバックレちゃったんだけど。結局ですか？でも、まかないとかでうどん食べれそうですよ、うん、でも俺、うどん嫌いなんだよ、ね、もう、そんな、今、花丸うどん見てたら怒られてますよ、うん、うどん食いに行くんじゃねえって話ですよ、だったらマグマとかの問題じゃない、うどん食いに行くんだって話ですよ。マグマだから行こうと思った。あー、でもそういうことないですよ、辛いのが好きだからこそ。でも、厨房の頃、かけしょうはい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 、一番安いのをとりあえず、まあ、持ってるお金でね、うん、握りしめて、そうで、天かすめっちゃ入れんのね。ただだから、もりもりに天かすもりもりに入れて。だから絶対働けないだろみたいに言ってますよ。あ、うぜんだよ、マジで。全然。じゃあ、あれですよ、それこそ多分グリッターに来たことないんですよ。あ、だからグリッターでのあゆむさんを見たことないから。あ、そういうことね。そう。あゆむさん、放送とね、お店で全然違いますからね、言っちゃうと。なんか言う。何が？なんで俺だけ、ね、絶対働けないだろうなって書いた？ある？いや、もう超そう。最近見てか。あ、本当だ。うぜえ、マジで。ねえ、全然ですよ、本当に。こういう社会不適合者に何か言われるのムカつくね。社会不適合者かどうか分かんない、ね。あ、バイトやったことあるわ、普通に。何のバイトしてたんですか？何のバイトしてたんでしたっけ？日本料理屋でしょ。はいはい、焼肉でしょ。あと鍋屋も。飲食店ばっかり。飲食店ばっか。それ時間帯的にはお昼とかですか？夕方とかですか？昼だね。あ、朝から昼終わり。じゃあなんか10代の頃ね、ご飯にちなんで CM。 いや、うぜえよお前マジで。CM ドーン。サンデー衛生組クリシャキ先生。リキト最近全然ダメだな。何がシャンパン先生よ。ほんと口だけだな。しょうもな。自分のことばかり考えてた俺が、今お前のことばかり考えてるんだ。運命の人と出会うならイオンインク。やっぱやべえな、イオンインク。イオンインク。はい。はい。まあ、うん。まあね。
し。ああ、来ちゃった。来ちゃいましたね。いやー、来たよ。なんか俺らもテンション下がってるじゃないですか。すいません。暑ってねえ、寒いっすよ今。何時よねえ。すいません、すいません。やったな、やったな。やっちゃった。ああ、どんな気分？え、起きたらマジかって気分。まあね、今週だけじゃなくてね、結構このね、1、2ヶ月らへんずっとね、こういう展開が多くて、はい、ちょっと撮らないで。いやね、撮ってないよ。髪の毛ボサボサや。俺らだって真剣にクリコの部屋出てるわけで。はい、とりあえずスタッフさんに、そう、そう、スタッフさんにね、とりあえず謝ってもらってね、ご迷惑おかけします。本当に、すいません、本当に申し訳ないです。すいませんね、ね、結構わがまま言うしね。いや本当に、背景変えろだとか、こうできますかとかね、言うからね。まあね、言うくせにです。言うくせにですよ。すいません、なんか俺、ね、まあ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 、まあ、切り替えてこ。まあ、切り替えてこ。あの、俺、怒り慣れてないから全然人のこと怒れない、まあ、あの、一応見てるからさ、あの、うん、全然全然、まあまあ、そうですね。まあ、一応、あの、ね、一応見てくれてる人も人間なんで。人間なんで、うん、フリークスがいるというこの番組を見てる人にフリークスがいる。でもね、こうやって話してる間に俺チラッてコメントの中に、今日かっこいいとかね、ほら、もういのりさんに対してこういう甘えのコメントがあるから、いのりさんもこう甘えちゃうんですよ。いや、ごめんなさい、ごめんなさいとしか言えないし。まあね、かっこいいから知らないです、それは。お、結構かっこいいってコメント。ちなみに何の話してたんですか。いや、え、なんでてめえに教えなきゃいけない。誰だもん。教えてよそれぐらいいいじゃん。え、なんで友達なの。友達じゃないでしょ。あれ、友達じゃなかった俺ら。高校から友達じゃない。だって遅刻したら友達じゃないでしょ。いやいや、そんなんで友達関係崩れちゃうんすか。まあね、そんなんで友人関係崩れるの。だとしたら俺らとっくに潰れてるけど。あ、基本的に待ち合わせすると俺ら遅れるガスやだいたい俺が遅れるって見越して、こいつさらにその上の寝坊し、うん、寝坊ってか遅刻してくるから。そうだね、あんま変わんないんだよね。その時、そういう、あの遊びの時はかぶせたけど、うん、でもなんか、お互いね、なんか、なんだろう、ホストになってから遊びに行くようになって、そんなに遅刻減ったよね。減ったね。おう、うん、ほんとね、1、2時間当たり前みたいな。それインド人がな、インドネシア人がなんか待ち合わせするみたいな。場所もわからない。場所もわからない。時間帯、遅刻の時間だけで飛行機で海外行けるもん。いや、どこっすか。それはちょっと盛りすぎてません。韓国ぐらい、完全に盛ったんすよね。あ、まあギリ行けなくはないね。韓国には行ける。いやいやいや、そんなバカ。お前と待ち合わせても、韓国の人と東京で待ち合わせても一緒だろ。それは違う。それは違う。確かに韓国に行けよ。インド予定もあるわけだから、まあ、それは違うだろ、うん、まあ一緒ですね、はい、ほら、ホストは遅刻するイメージだって。え、なんでそうなってるんですか、うん、てか、なんでホストの人って結構時間にルーズな人ですか。さあ、あの、さあ、もともとあのね、あんまりホストだから言いたくないけど、やっぱホストやるやつって大概クズだから、うん、じゃない。あと、なんだろう、すげえなんか自分ばっかの人とかも多いから、うん、ね、性格上なのかもしれないしね。そうか、そうそうそう、まあやっぱりな、まあいいや、まあいいっすね、話すまんねんか、やりましょう。人のせいにしないということでね。そうっすね、己が悪いということで、うん、これは、まあまあまあ、ほら、どうしよう、空気が重い、うん、なんか1年は遅刻してもいいようだって。そう、これね、うん、どうなんすか、だってそんなこと言ったら。いや、頭いってるよ、ね、こいつ、うん、いや、こいつ頭いってる。俺後で結構めちゃくちゃ言われるからね、うん、そうだね、
予定はつって、うん、はい、作りますみたいなさ。いやすごいんだから。怖いんだよ俺もね。あー俺ドタキャンはしたことない。あ、ドタキャンはないですか。え、ちゃんと一応連絡はするっすか。どんなに。いや、いやでも当日キャンセルあったらドタキャンでしょ。当日キャンセルがドタキャンなんですか。そうだよ、そうだよ、ドタバタキャンセル。あないっすか、エビさん。そうだよ、俺39度出ても行くよ一応その場所には。うん、うん、え、だって自分のこの熱を出してますっていうのを見せなきゃ嘘ってなる。確かに確かに確かに、うん、あ、それありますね。俺41度までは動けるから、まあ、41度は結構生命にかかるからね結構ギリギリですけどね、うん、なんでタメ口なんで。いやここはタメ口でしょ。なんで遅刻したらタメ口なんや。ここはタメ口でしょ。まあというのはマジですか。さておき結構なんだかんだ一番遅刻引っ張ってんのは歩さんすか。うるせえんだよてめえは。いてえなんで。ほら困ったらパンチ、困ったら俺殴るんすよ。こういうことリスナーの皆さん。困ったら暴力。リスナーの皆さん分かってますこれ。困ったら殴られるんすよ俺が。多分俺のこと嫌いなやつ相当いると思うよ。いやでもそういう人じゃないですか。うん、まあね、うん、もう好きな人は超好き、嫌いな人は嫌いみたいな。僕のこと嫌いだったら見れなくないこの番組。いやだからこそ見ちゃうみたいな。そうそう、だから意識はしてるんですよ。嫌いは嫌いでも。でマジこいつっていう気持ちになりたくて見る番組とか。そうそう、うん、ありますね、うん、嫌いだからこそ見ちゃうみたいな、うん、そうそう、だって剛力彩芽嫌いでも見ちゃう。やめましょうよその。これは嫌いじゃないんだけど。嫌いじゃないですよ、うん、あ、じゃないからこそあげたんだ。そうそうそう、あ、嫌いじゃない。で大島麻衣とか俺嫌いだから見ちゃうし。あ、嫌いなんすか、うん、大島麻衣最近出る、出ない、干されてる。万歳万歳出なきゃ出ないで、やっぱパーツだよ、ね、まあ、でも嫌いだからこそ意外に見ちゃうみたいな、うん、そうそうそう、うん、でも理由なく嫌いな芸能人っていない。俺ニッチェ、あのなんだっけ、あの髪パサパサのじゃない方。あ、じゃない方ですか。あのすっげえ自分いい女ぶるやつ。ああ、あれタイプすごい苦手。なんだろう、逆に好きなの。これ西川綾子先生好きなの。あーあー、でも分かるっす、それ分かる。なんかテレビ見てると、うん、そう、多分仲良くはなりたくないですよね。仲良くはなれない。まあなれないですけど、なんかこの人好きだなってやつ。ああ、うん、なんとなくみたいな。そうそうそう、誰だろう、そんな目線で見たことない。俺もそんな目線で見たことないだから意外性が欲しいってことでしょ、それは、うん、意外性が欲しい。なんだろう、ぬくみずさんとか好きかな。あー、ぬくみずさん。あ、ぬくみず、ちょっとなんか似てる。え、は誰が、俺に誰がですか。いや、お前ちょっと待って、今日適当すぎません、ね、マジで適当、適当極まりないぞ、この人。まあいいじゃん、別に。まあいいっすかね、大した話題もないですし、ね、適当でいいか。どうします、何か。え、じゃあ翼さ、一回さ、職業体験してきてよ。この年になってですか。え、だからさ、リスナーがじゃあどこどこで働いてって言われたら、あのリアルにそこ面接行ってバイトしてみます。リアルにバイトしてみます。何します、じゃあ。それちょっとリスナーさんなんかで、リスナーが発見できる場所がいいよ。あ、翼いたよみたいな、うん、そう。だから例えば31って来たら、区役所通りの目の前の31に面接まで行かなきゃいけない。いや、こんなやつ落とすよ、俺。いや、落ちないですよ、俺、なんだかんだ。いや、髪型見てみろ、お前。大体だから12時から4時ぐらいまで働いて。いや、昼のっすか、うん、あ、4時は無理か。3時ぐらいまで。まあまあ、3、4時ぐらい。とか、もう逆に夜勤。サーティワン夜勤ないよ。そうか、サーティワン夜勤ねえんだ。あ、ミスドだって。あー、あそこの区役所通りの。でもこれ見てくれてる人ならいいけど、ミスドでお前普通に何も知らないお客さんに発見されたら相当恥ずかしい。確かに、うん、確かに、うん、これ見てない人から見つけられたら、めっちゃ苦労してますねみたいな。でも逆にどうなんだろう、あのミスドでも働いてるしホストですみたいな、なんか新しくね。新しいっす、うん、なんかいろいろありますけどね、うん、なんかさ、いい人に見えない。あ、
だから普通の顔も持ってるんだって、うんうん、俺の顔もあるんだ、ね、俺でもホストで最初やった時バイトだったからコンビニ店やったよ。ああ、うん、セブンイレブンおめえ喋れや。いや俺かまあ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 、でもそうですよ、そうこの通り、ホストだけじゃ食べれないんだなって思われちゃいません？うん、あーていうかそういうね、ていうか、まあ、普通はそう思うよ、ていうかさでも逆にこうやって頑張ってるっていうのを見せられるわけ。あいや多分そのバイトしてる時間お客さんに連絡してやるよ。確かに確かに、まあまあもちろんその通りなんですよその通りなんですけど、なかなかほらだからなんかもっと勝手になんかもう俺がホストだけじゃ食べていけない人間みたいに勝手にされてるじゃないですか俺が大丈夫大丈夫、見てるやつクズだから。いやいややめましょうなんでさっきまでリスナーさん見てくれてるみたいなこと言ってたのに、俺らよりクズだから大丈夫よりなんだ。よりはダメだろう。はなんでそんなことお前に決められなきゃいけない、遅刻したら出た、今日これ一日いっぱいありますよ今日営業中もいっぱいありますよ多分これ。え、お前誹謗中傷来てるよ。そう、お前訴えれば。そう、あの新人放送の時からすごいんですよ。何もうあの新人枠から永遠に卒業できない系の、うん、めっちゃ言われるんで翼が。そういやもうみんな、あ、みんなが、多分そこから引っ張られてんで、あの放送的に。なんで一人卒業したんじゃない。いや、うちの放送はしてないです。あ、水曜日はしてないです。魔の水曜日、魔の水曜日、魔の水曜日あの魔の木曜日から魔の水曜日。そうです、だから木曜日とか結構コロコロ変わってるさ、うん、あんだけ俺ディスってたんですけど、ディスってたけど、まあ、え、木曜日はもう卒業したり、あのまあ結構他の名前入れ替わってる。木曜の一番右とか左に座ってる子は、いやあのちょっとなんかしっかりしたカチッとした服着てる、あ、かっこいい系の子ですか。あのちょっとパッツン、あ、パッ、あ、あ、あれわかんないです、最近出てないです。まあ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 ナンバーはね、うん、まあいいや、まあいいっすよ、なんで、なんで、俺らには関係ないから、そう、関係ない、俺も関係ないから、俺も関係ないおめえ関係ある俺ももう関係ないからまあね、うん、卒業してもらって、うん、まあじゃあ、次回の企画を皆さんじゃあ考えて、あの、ツイッターなどで、あ、それいいっすね、っなんかちょいちょい言われるってことなんかやってほしい、ね、絶対ね、結構非協力的だから、うん、いや、匿名だからこうやって書ける、あの、ネトヤンだからこいつら、うん、あ、そうですね、所詮ネトヤンの集まり言い過ぎな最後の最後でめっちゃ言うじゃないですか、ネコネでしたへぇ、ファキュー。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。君がいる世界を